皆さん、こんばんは、マーティン・ダーマクは、キンタです。面白い雑学言います。老化現象が最も早く現れるのは目なんです。びっくりしましたね。はい。レコードには実倍数、枚数と交渉倍数あります。はい。水虫という虫は本当にいるんです、実は。はい。マスクメロンの網の目は表面のひび割れだそうです。はい。落語家のヤゴは、髪型と江戸で合計純形。そんなことはございません。ちょっと言います。明石や小福亭、カツラ、月亭、梅雨の五所屋の六景と、江戸には春風亭、柳屋、立川、月の屋、竜亭、金馬亭、古今亭、三遊亭、飯船亭、浮世亭、三笑亭、雷門、五街道、三弁家、昔家、長華道、あとは林屋と、立花屋ですね。はい。商店の司会といえば、勝田歌丸師匠ですよね。今は春風亭、翔太さんですけどね。はい。のどぼろ家の骨、実は、仏様の形には全然なってません。全く違います。迷信なので、これは覚えないでください。以上です。バイバイ。